皆さんこんにちは、ヒカルです。さて今日は僕はですね、こちら江差町にある海洋丸記念館に来ています。この後ろに見えるのがね、この黒い船、こちらが海洋丸という船なんですけども、幕末期に江戸幕府が所有してたオランダ製のフリゲート艦になります。長さ約 72.8m、 幅 13m、 高さ 45m、 当時としては最新鋭の、クルップ砲約26門を装備した非常に重武装の軍艦となっております。ところがですね、この船、1868年に江差沖に暴風雪によって、沈んでしまった船なんですね。でこれはその当時のものを再現したレプリカとなっております。で早速ね、この船の中行ってみましょう。はい、いかがだったでしょうか。海洋丸ね、今回こうザラッと見ただけですけども、本当はねまだまだ中に、展示物であるとかね、ちょっと体験コーナーみたいなのもあって、とてもね楽しかったです。もし江差市に立ち寄った際はぜひここにね来てみて、体験してみてください。今後も北海道の情報などを出していきますので、ぜひ次回を見ていただけると嬉しいです。ではね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。